衆氏は中華人民共和国チ安ンス以上助習氏に位置する研究史。古くは可否の名で知られる。1912年に県となり、1992年10月に研究史に昇格した。人民公園の配慮、本家宅にねえ氏は、助衆史市,市街地の東に位置し、すぐ北は山東省総称市である。チャンス省、山東省、河南省、 安徽省の四つの省が接する地で、チャンスー省の北端にある助州レンクも港都市県の中央に位置している。レンクも港から助州、海風、西安へと東西を結ぶ、廊海鉄道に、河北と河東を結ぶ、大運河がクロスしており、チャンスー省北部、山東省南部の水陸交通の要所となっている。州は、河北平原の東南部、河河と愛河の中積平野である。 高潤平原に位置している。高河の旧河道が地域を通っている。北には、この山湖、南に、落葉湖と大きな湖に囲まれている。すぐ、北の山東省総省市大地総区との間は経営、食い運河が境界線になっている。戦国時代から、祖漢戦争にかけて、中原の南に位置する下避は、各国の激しい争奪戦の舞台となってきた。特に隣接する北条は、 そうや祖が争い国土としたほか、その維新の末裔だった、皇吾も本拠地を法上に置いたため、下避も同様に戦火が及んだ。下避は、後に流頬の軍師となった菅の維新の長領が、沈賞、五皇の乱が起こるまで隠れ住んでいた町でもあるを経て、長死亡を、海吾の死を作っている。前漢の時代は下避は、祖国に属し、菅の経済的な中心地として法上などとともに、 繁栄したが、三国時代には再び多くの武将の争う地となった。初期の劉備の本拠地であり、両府、関浦が守っていた都の城として、三国支援儀などでよく知られている。その後、萬が流域で中国の南北の境に位置する下避は、僧と金の戦争など数多くの舞台となった。また一方、その経済力や文化の蓄積をもとに、 多くの学者や文人を出していることでも知られている。近代に入り、中華民国の建国と同時に、県と解消された、県は、老海線が通り、また、東西南北の鉄道が交差する徐州の近くにあった、ため、再び戦乱の地となった。特に日中戦争では、南京方面へ南下する日本軍と徐州を守備する、中国国民党軍の間で百三十八年春に、 戦われた徐州海戦の際、大事層をめぐって、日中戦争でも最大級の戦闘、大事層の戦いが起こった。大事層の南に位置する県の園子符号などの里や賃では、国民党軍に対する補給が行われたが、国民党軍の主党により、日本軍は結局大事層を落とせないまま撤退することとなった。日中戦争終結後の国境内戦。 特に1948年末の Y 回戦役では、県をめぐる争奪が繰り返された。共産党軍は、日中戦争から国境内戦の間、新四軍祖北地帯が、県の北部から山東省南部のほの山湖にかけての小京地帯を、根拠地にして遊撃区とし、ゲリラ攻撃を繰り返した。三国時代において、可否に関しては、以下のような逸話がある。火火は、 当剣の家臣であった、総評の途上であったが、当剣の死後劉備が助手を譲り受けた際に、本拠地として、総評を部下とした。しかし、劉備を頼って逃げ延びてきた呂布は、劉備が演つと睨み合っている留守の間に、総評と共に、可否を乗っ取り、助手志士を自称して逆に、劉備を部下にして、近くの勝敗の城に追い出してしまった。しかし後日、 曹操と劉備の連合軍に攻められた時、陳昇の助言により両布は、下ヒエ、祭祀や金銀兵楼を移させた。しかしその後、陳昇が裏切り、両布はここで牢状した。三ヶ月の包囲と、陶器の水攻めの末、両布の軍勢の士気は低下し部下の武将の裏切りにあって、曹操、劉備連合軍に捕まり打ち首になった。劉備は曹操により上表され、左将軍となり、 女子を与えられた。劉備は勝敗を引き続き本拠とし、可否を幹部に守らせた。だが、友好関係にあった曹操と劉備は、劉備が炎症と連合したことなどを機に決裂。曹操は自ら女子に攻め込み、劉備軍は試算した。可否の幹部は、曹操の策にはまり、三つの条件を出して降伏したが、捕虜となっている。四街道、二十一鎮を管轄する。 著名な歴史上の人物が多くの地から出ている。夏朝の慶中や戦国時代に後に封じられた、聖の最小、通期などである。新朝の頃、にいた功績皇はこの地ゆかりの長領に捧げる書を書いている。孫文の率いた中国同盟会の会員、女国隊は、皇校と共に1911年に皇州武装放棄に参加し倒れたが、同志らと共に、 甲州の帰郭校に祀られている。革命文学、紅れない岩にも登場する少年、小羅福島とその父母の早期雲夫婦は州の生まれである。この地の有名な民間芸能に、龍琴都という芝居がある。慶西大鼓に類似したもので、新中国建国前やその後しばらくまでは盛んに演じられた。この地の特産品は銀南や一軸であり、 特に銀杏の実は1990年代以降様々に加工されている。ニンニクも海外に輸出されている。ありがとうございます。